遠い遠い遥かな昔、光の巨人の伝説が伝わる村があった。地上が闇の魔人たちの暴れるままになっていた頃、いずこからか光の巨人が現れ、闇の魔人と激しい戦いが繰り広げられた。魔人を倒し、地上に光を呼び戻した光の巨人は、使命を果たして山々の奥に消えた。その後、麓で暮らすようになった人々は、遠い昔の光の巨人が今なお山奥のどこかに眠っていると信じている。山に何か異変の兆候が見られなかったか？いえ、別に。何か不吉な予感を感じる。
ついに手に入れたぞ、闇凪の剣。これは何だ。こちら訓練機アルファ S5 号マドカです。どうぞ。卒業テスト飛行のお祝いにゲストがお見えだ。ゲスト？マドカ翼訓練生に次ぐお祝いパーティーの準備はできています。スープが冷めないうちに直ちに帰還しなさい。ひかり姉さん、所定のコースを終了、帰還せよ。ラジャー、やった。弱小、そんな警告はケイティが感知してなかったぞ。窓帰りホームへ、窓帰りホームへ、応答願います。どうぞ。地球軸が混乱している。うわっ、怪獣発見。何かが来る。アムウェイ、何かが来る。来てる。不思議な格好してるな。見たこともない鳥に乗ってきたんだ。鳥？うん、崖に突き刺さってた。多分もう死んでる。アムイ、お前よくこの男を見つけ出したな。夢の中で感じたんだ、何かが来るって。夢中で走ってたら見つけたんだ。
アムイ、他には他にで、このものの他に何か見なかったか。うん、長殿は予言が現実になったかもしれぬ。間違いであってくれればよいが。闇の怪獣の現れし時、光の巨人が復活する。光の巨人を復活させてはならん。ドグラマグマ様、光の巨人とは。我ら闇の支配の前に立ちふさがる邪魔者だ。すでに怪獣は来たれり。オンバザラドグラマグマアーマンダラハヤ、オンバザラドグラマグマアーマンダラハヤ、キレア。ダイダラ、あ、この怪獣を操って村を襲え。仰せのままに。オロチ、え、村をことごとく破壊せよ。一人も生かすな。待て。光の巨人を呼び覚ます者を生かしておくわけにはいかんのだ。ひゃー、受け。バウロンバッタ、ダイダラ武勇、ついてこい。ダイダラ、俺を置いてくな。アムイがあなたをここへ連れてきた。アムイ、オイラオイラ。残念だが、あなたの乗ってきた鳥はもう助からない。鳥？そうか、訓練機が。どこから来たのか。どこからって、いきなり異常気象の中で怪獣に出くわして。そうか、ワープしたのか。怪獣？やはり。おっさん、見たこともない大きな獣が村に向かってきています。何？我々先森たちが迎え撃ちます。毎日のことがあります。おそは村の者たちと山に避難してください。怪獣だ。僕が連れてきたのか。落ち着きなさい、落ち着きなさい。獣はオロロンたち先森に任せて、
私たちはひとまず山に避難する。私に続きなさい。怪獣は僕が連れてきたようなものだ。大丈夫なの？その体で。心配ない。一緒に戦おう。兄ちゃんの名前は？マドカ。マドカ翼だ。バウンオンバット、マイダラ解除。
燃えろ燃えろ。村まで行け。この出の幕じゃない。離せよ。おいらだって村を守るんだ。致命傷を奴に負わせることはできない。何者だ。旅の者だ。あの獣は俺が仕留める。一人じゃ無理だ。やってみなければからん。なんだ。いや、そうか。スパークレンスに似ている。父大吾が巨人になったというあれか。あの怪獣は僕が連れてきたんだ。なれるものなら。死んだ。ほんまや。
何が起こったんだ。申し訳もありません、ドグラマグマ様。不覚を取りましたが、怪人はまだ戦えませぬ。だけど巨人はなんで消えたんで。そうか、巨人は完全によみがえってはいないと見える。ならば今のうちに。ドグラドグラマグマサタンバヤマニハラヤオンバザラドグラマグマサタンバヤマニハラヤギエヤミの魔人ドグンフよ、光の巨人を蘇らせぬようことごとく破壊し去れ。闇が空を覆っていく。さあみんな洞窟の中へ。しばらくは貯蔵した穀物で食いつなぐこともできよう。アムイ大丈夫か。オロロすいません、不覚を取りました。とても我々の力で迎え撃てる怪獣ではありませんでした。アムイがオイラ見たんだ、巨人が村を持って戦ったの。まことか。本当だよ、逃げてくる途中で山陰から見えたんだ。目でも見たのじゃろ、アムイは。わしらは見えなかったぞ。そりゃ見えんかった。アムイは嘘を言う子じゃないわ。大地、私たちは山に遮られて見えなかったのよ。きっとアムイの言ってるのは本当です。わしも見たで、巨人が怪獣を倒すの。だけど巨人も力尽きた、山に帰ったのに違いない。せや、怪獣が現れるとき光の巨人が現れる。予言は誠になったが、一体誰が。そうだ、旅の狩人殿は火星に力を貸してくれました。あいつではないでしょうか。かっこよかったよ、真の勇者ら。巨人を呼んだらきっとあいつに違いないよ。俺のことを言っているのなら違うぞ。マドカ大丈夫。ああ、どうにかな。先ほどたちから聞きました。危ないところを力を貸していただいたそうで、お礼を申し上げます。いや、礼には及ばない。あなたのお名前は。マホロバ。マホロバ、かっちょいい。巨人を目覚めさせたのはこいつだ。マドカが。だが僕の力であれが精一杯だ。もう一度同じことができるとは思えない。でもなぜマドカは巨人を蘇らせることができたんだ。こいつだ、俺が持ってきたこいつで。そうだな。ああ。とにかく中へ。お二人には詳しい話をお伺いしたい。イザルの巫女の予言通り、闇の魔人から里が守れるかどうかがかかっている。俺はここよりずっと北の遺跡で
闇凪の剣を体に飲んでいるという獣を仕留めた。これだ。あの伝説の。初めて見たわ。そこで不思議なものを手にしたんだ。何やそれ。多分遺跡の真偽のようなものだと思う。俺を導くようにある方向を流してなるのだ。そしてここまで来た。そうだったのか。でもそれは巨人の導きでは。その通り。怪獣の出現を予知した巨人がそなたにその使命を託したに違いない。それは巨人の復活に欠かせない真理じゃ。マドカはこれを使って巨人になれた。なぜだ。僕はここより遠い未来から迷い込んできた。怪獣に遭遇して。ええ、僕の父マドカ大吾はかつて光の意志を継ぐものでした。この真偽は父が巨人になるときに必要なスパークレンスというものにとてもよく似ている。スパークレンス。ええ、だったらマドカがまた巨人になってオイラたちの里を守ってくれればいい。そうだ、頼む、力貸してくれ、頼む。できることならそうしたい。だけど父はかつて巨人でいるより人間でいたいと願ったことがある。その迷いが今僕の中で戦っているんだと思う。巨人になりきれない。それは僕が父の記憶遺伝子を継いでいるからだ。ひょっとしてマホロバなら。俺はただの旅の狩人だ。そんな力は授かっていない。イザルの巫女、こうしている間にも闇の魔人が来るかもしれない。予言に何か巨人復活になれるものの手がかりは。予言によればこの里におるものとある。おるというだけなら今ここにいるマホロバもマドカもそうであろうが、まことに里におるものが里で生まれ育ったものを指すなら。ティグルーだよ。ティグルー。うん、人間の力を超えた能力を持つ者たちだ。空を飛び獣よりも速く走ることもできる超能力者か。その人たちはどこに。今は村にはいない。その特別な力を磨くためにこの時期は毎年秘境に入って修行してるんだ。ティグルーたちがいてくれたら呼び戻す手立てはない。彼らどうしたな。離れていても可能な時があるが。来た。あの音はティグルーだよ。雨の飛ぶ鳥の音だ。面白い。
叩き落としてやる。くらえ、みんなの敵だ。またお前か。確かこっちや。おらろ、スパクロ、風早、無事だったか。おう、お前たちこそ。他のティグルーは修行中に遭難した。自力で脱出してくるだろうが、俺たちは村の危険を感じ取って一足先に引き返してきたんだ。スパクロ、あれは誰だ。勇士マホルバや。めちゃ強いで。マホルバを見殺しにするの。しゃっ、お待て、ここはティグルに任せてくれ。スパクロ、やるなよ。あいだろ、いつものようにキリキリ前させてやれ。そしたら俺はこいつで。バウンウェンバイだな。木の根を止めてやれ。アメ、どうした？アメ、早くオレロンたちに追いつかないと。ティグルーたちが怪獣に。アメ、アメ、来るよ、来るんだ。何が？闇の魔人が。なんだって。
坊や、アムイを頼んだぞ。魔人が来る。僕は先に行く。連れて行け。イザルの巫女アムイよ、きっと役に立つ。マホロバとオロロンたちが、それに闇の魔人が迫っているようだ。僕はもう一度巨人になってみる。命を惜しんでる暇はない。迷いを振り切れるかどうかわからないが、やれるだけやってみるつもりだ。アムイ、アムイ、かわいそうに。来る、魔人が来る。イザルの巫女、ティグの紋章がアムイの覚醒を助けるだろう。じゃあ今私は確信する。アムイこそ真の光の意志を継ぐものだと。アムイが？僕が相手だ。マドカ、
今だ。そう、へえ、はい、へえ、やったぞ。Get this man! Hold it!
ちゃ。やったな。おいら信じられないよ。真の勇者はお前だ。よし、みんな俺たちの勇者を称えようじゃないか。よっしゃー、さらーっ、マホロバ。なんだ、あんたとは初めて会ったような気がしない。俺もだ。姉さんとそっくりなんだ。冗談はよせ。わかるぞ、誰が信用するものか。だってほら、きっと光姉さんも信用しないだろうね。お前は私の子孫なのか。多分ね。ずっといてくれるよね。そうもいかないさ。立って戻れないだろ。マドカの鳥はもう蘇らせてみせるよ、あの山の巨人のようにね。寂しくなるな。僕にだって待ってる家族はいるんだ。遥か後になって、この里はティガの里と命名されることになる。ティガの里の遠い記憶は、これから数十世紀にわたり人々に知られることはなかった。夢を見ていた遥かな国の夢を、見知らぬ景色、どこか懐かしく、どこまで歩き続ける、このまま道の向こうに僕たちが行くべき場所へ続く。